終わった。あれ今日俺メンツ見れてないんだけど誰なんだ。もこちゃん、太郎さん、渋春さん。太郎さんがまたひらめに当たらないまま、ね、太郎さんもう5回出ちゃったよ。いいよいい。何がいいんだよ。市場が挟まって違う、麻雀がブレるからダメだ。 MVP 取れなくなっちゃうよ。あー、太郎さんと打てたらな、全員と打てたんだけどな、プロの方と。あ、そうなの。俺が悪いみたいに言うなよお前。お前よ、なんだよ俺のさや、文句つけたってよ。お前釣りあと全部出してやるからなお前。ダメだよ、松も絶対出なきゃいけないのに。失格になっちゃう、失格になっちゃう。失格になっちゃう、ヘラクレス。こんなに頑張ったのに。チームヘラクレス、松本監督、規定回数に満たないためここで失格となります。嫌すぎる。やだ、そんな理由で得られないの嫌だな。今日の目標は何ポイントですか、監督。今のポイントの 300?、はい、310ぐらいだっけ。そうだね、うんうん、350。おー、爆盛りだ。なんかさ、他の視点の配信見るとみんなヘラクレス負けろってやってるからさ。どの視点の配信見てもヘラクレス負けることみんな望んでてさ、見てて辛くなったわ。他のチーム、他のチームとか。あ、コメランってことっすか。そう、後輩心。ああ、まあまあ、推しのチームってなっちゃうとね、そりゃそうっすよ。それちょっと本当にあの牙を向くようで俺けど、本当に何も分かってないですね。これ別にうち負けても勝ってもそこまで変わんないけどね。そうよね。うちが抜けすぎるとダメだけど、うん、うちが今600とか持ってるんだったら話は別なんだけど。半分になったらね、全部変わらんくなるからね。そうそうそう、だってあと2回しか打たないから、うん、どうせもうそんなにいかなくて、まあ行っても400とかで、うん、200の状態で戦うわけでしょ、うん、だからまああんまそんなことないっていう。でもなんかどの配信見てもヘラクレス負けろみたいな感じだからさ、悲しくなってしまう。やばい、本配信でまた恐れられている今。ひらめ大名人、ひらめ大名人がコメントが恐れられている。ひらめぐらい勝ってるともう逆に怖がられるからね。なんか本当に新規入ってからなんか人間扱いされなくなっちゃって、うん、なんかね、こう神になったから、いつの間にか人間やめてた。ゆうしゃ、そろそろか。ええ、嘘。どうよ、緑。眠いか。まあまあまあ、きらめがいっぱい勝ってくれてるおかげでゆっくり打てるので。でもキラメが一番欲しかった太郎さんと同卓は叶わなかったからな。もうめっちゃ言うじゃん。めっちゃ言うじゃん。キラメと戦いたくなかったのかもな。そうだよ。ああ、そういうことね。どんなに言うならお前ディスコード送ってお前一緒に出ましょうねってやればよかっただろうお前。何言わないんだよ。3回。そんな裏での打ち合わせなんか。しないっすよ、やっぱり。巡り合わせですよ、巡り合わせ。なんか、あーってなりたいんだもんね。そう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 。一緒なんだ、嬉しいってやつ。そう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 。そんな一緒打ちたいんだな。なんかそういうもんなのか。まあ実際は。いや、まあせっかく新規出たらね、監督全員と打ってみたかったなっていう。あ、それは確かに。それもあるね。そうそうそう。果たして本当にそれだけでしょうか。うん。深読みしないでくださいよ。ほんとそれだけですよ。聞いて聞いて、パブビューね、ヘラクレスの缶バッジだけ売り切れてるらしい。あ、嬉しい。嬉しい、ありがとうみんな。ヘラクレスだけないだって。やったやった。どうするつもりなんだ。板場でも作るっけなんかな、ね、他のやつはね、全部20個近く残ってるのにヘラクレスだけ0個。お前マジさ、お前跳ねる、そういうこと言うからヘラクレス負けろって言われるんだからね。マジで分かってんのかお前。これが敵を作る原因か。お前のそういう発言、書いてる人のやつを読んだだけ。そうだけどお前のその発言読んだだけでしょ。それで何が悲しいだよ。バカじゃねえのお前マジで。確かに ふざけながら敵を作る要因は本当にあったか。マジでお前だって書いてあったのを読んだだけなの。カネルさんやってますね。それは人のせいにすんなよマジで。なんか他のチーム20個くらい余ってるみたいなんだけど。お前さ、ちなみに読み上げただけ、何個あるんだろうね、うん、あ、そもそもね。確かにそもそもがなんかさ、それもよくわかんなくて、なんかアクキー持ってる人とステッカー持ってる人と缶バッジの人になんか
全部売ってんのこれって。でか、抽選どうだったっけ。売ってたり抽選でもらえたりのものがいっぱいあるんだろうね。なんか4種類ぐらいあるけど、私たち1個も持ってないんだけど。欲しいよ。まずユニフォーム欲しいな。そうだね。ユニフォームはなんかくれるって書いてあったよね。これユニフォームはどうしたらもらえるんだこれ。ちなみに僕今日もらいました。いやずるい、早い。いいな。ただ非公開なためまだ見せれないと言われました。なんで今日着てればよかったのに。非公開ですって言われた。見せちゃダメですって。そうなの。うん。もうデザイン公開してんのに。非公開って言われたよ。欲しいなユニフォーム。画面共有お願いします。あ、はーい。あ、そうだ。忘れてた。もうそろそろだもんな。もうそろだね。だってもう20分でしょ。そうよ。ミラクルさん、松本トレンド入れしてるって何もしてないのにまだ。なんで？なんで？なんか悪口言われてる。悪口言って。なんか心配になってきて心配になってきて。ハネルの発言が切り抜かれてめちゃくちゃ燃えてる可能性ある。え、なんか俺画面すごい。え、松止まっちゃった。変な松変な。めっちゃおもろいところで止まっちゃったなんか。なんなの？これなんなの？あ、戻ってきた。あ、動いた動いた。なんなの？大人たち。なんなの？大人たち頼むよ。なんなの？頼むよ大人たち。ハク出してハク、ハク誰か。どこ行ったのハク？どこ行ったんだよ。残り1枚。わあ、メイカちゃんが。あ、出る出る出る。よっしゃー！マジでかいでかいでかい。これマジででかい。これはマジででかい。これいいね。これマジででかいよ、松。よっしゃよっしゃ。よーし。大人げないぞ、松。いいぞ、松。空気読めてないぞ。大人げないぞ。ヴィランの松。うん。完全にヒールです。完全にヒール。みたいなハイパイだ。ちょっと勢い落ちたの、松。で、落ち着けって言われてるね。ゴミハイパイだ。余裕だな。皿置いてくるわ。行ってなさい。皿置いてきて。これも休憩タイム、休憩タイム。ルイさん、またキラキラしてるけど、結構バラつく。空気をやば、読まないカブトムシって言われてる。本配信ね、本配信に空気を読まないカブトムシって言われてる。ひどい、そんなひどいこと言うなんて。ほんとだよ。うちの松頑張ってんだよ。あーって、すっごい残念そうなコメント欄が。うち2連ラス取ってんだから、松頑張るぐらい許してる。もういいだろ、別にそれぐらいな。うちこんなラス取ったんだからさ。ね、収益を一人で見せる松。お、さあ、飲みで。行くか、松。もう、